まあもういよいよあと4日ということで、もう今週末にはこう J リーグが始まっていくんだなと、まあ、プロサッカー選手として一番初めの年のそういう開幕戦が始まるんだなっていう、そういう、まあ、少し緊張感もありますし、自分がそこでこう結果を残していきたいっていう、そういう強い覚悟とか、そういういろんな感情は今持っている、まあ、すごく楽しみにしているというのが、はい、そちらが完成です。残留争いしていた中でのサンフレッチェ広島戦とセレッソ大阪戦の2試合でホームで自分が出場して試合に勝つことができて、まあ正直今でも本当に鮮明に覚えてますし、当時は本当に鳥肌が立ったんですけど、笛が鳴った瞬間にピッチにいる僕たちも喜ぶし、観客の皆さん、スタンドにいる皆さんも本当に喜ぶし、あの清水エスパルスに関わるあのたくさんの人たちとあの勝利の瞬間を味わってた、あの経験は本当になんか今でも鮮明に覚えて忘れられないあのものとなっているので、あの瞬間をもう1試合でも多く今シーズン味わいたいなということ、はい、楽しみです。まだまだ全然なところは たくさんあると思いますけど、まあ、もう開幕は来ますし、まあ、なんていうんですかね、リーグ戦でこうやりながら結果をまずは出すことが一番なので、結果をこう出しながらチームのとして内容として良くなっていければいいのかなと思うので、開幕の時はチームでこうどのチームもやっぱりチームとして完成されているかと言われたらそうではないと思うので、個々の中でコンディションを上げて迎えられればいい結果を出せるのかなと思います。ホームの雰囲気を良くするのも、まあ、自分たち次第のプレーだと思うので、まあ、そういったところでやっぱりこうお客さんが開幕戦は期待して見に来てくれていると思いますし、まあ、その期待を超えられるのも自分たち次第なので、まあ、また開幕戦勝ってまた見に来たいって思ってもらえるような開幕戦にしたいと思います。僕自身新加入の選手も何人かいて、やっぱりこうどういうプレーをするかとか、やっぱそういうところはまだつかめてない部分も、キャンプもやっぱ行けてないですし、まだあるので、まあ、そこの部分も含めて楽しみな部分の方が多いですし、まあ、ただ、最初当然ねスタートダッシュのところは、行きたいなと思ってますが、そこはなんていうんですか、まあ、シーズン長いのでしっかりどういう状況になっても、逆に最初ね3連勝してもそれで何も勝ち取ったわけではないですし、逆に最初ちょっとうまくいかなかったとしても、それで全てが終わるわけではないので、しっかり1年間通じて、この前必勝祈願でも少し言いましたけど、もうとにかく選手が1年通してハードワークするようなそういうチームにできたらいいかなと思います。まあ、スタジアムに来られる方は、ね、しっかり感染対策をしているかと思いますし、エスパルスの選手クラブだけじゃなくてサポーターも一員だと思っているので、そこは責任を持ってみんなで、いいスタジアムを作り上げていかなきゃいけないですし、まあ、少しまだ、ね、感染するのがちょっと不安だなっていう方もやっぱそれぞれの形で、ね、静岡に住んでない方もやっぱ静岡出身の方でエスパルスサポーターの方多いので、本当エスパルスファミリーみんなで、いいシーズンできればいいと思うので、一緒に戦っていけたらなと思います。いろいろとありますけども、選手たちは意欲的にやって、いい準備はできていると思っています。すべてにおいてですけども、一つ一つのクオリティをさらに上げていく、
コミュニケーションを取って密にっていうか、まあ、高めていく、はい、その辺を、まあ、攻守においてセットプレーにおいて、やっていく。皆さん、非常に、まあ、シーズン始めというのはみんな期待してくれていると思うので、その期待に応えられるよう、そしてファン、サポーターの声援を背に、躍動感を持って、試合に挑みたいと思っています。いよいよ開幕戦ですけど、まあ、このプレシーズンしっかりとチームとして作り上げてきたものを、開幕戦からしっかりと見せていけるように、まずは結果が一番大事だと思いますので、まあ、しっかりと皆様に納得していただけるような戦いをできるように頑張りたいと思います。まあ、皆さんが待っていたホーム開幕戦です、僕らはもうとにかく勝利に向けてチーム全員でハードワークして戦うので、皆さんも一緒に戦ってください。多分それぞれの応援スタイルがあると思いますが、僕らに力を送ってもらえたらと思います。よろしくお願いします。